子のいいことスイッチ。皆さんこんにちは、ドラムパーカッションの山下雄平です。ポケモン GO 2回目ということで、前回にですねピカチュウをゲットしました。今日はですね、まあ、いよいよこうどんどん遊んでいきたいんですけども、早速歩いてみたいと思います。さあポケモンを探しに行きましょう。ここにこう近くにいるポケモンっていうのが投入されます。これ多分ねポッポとまたつぼみとズバッとやと思うんですけども、歩いてたら出てくるんでしょうか。めっちゃいそうな雰囲気ですけどね、ポケモン。さあ歩いてるとですね、前方にこのような、わかりますか、マークが出てきました。押してみましょう。ポケストップへ近づいてください。大阪教育大前駅。ポケストップになってるみたいですね。ちょっと行ってみましょう。ポケストップ。やってきました、大阪教育大前駅。ポケストップでございますね。あ、ここですね、こうアイコンが大きくなってます。押してみましょう。こっちくるくるくる。お、なになになに、え、すごい。あ、モンスターボール手に入れました。すごい。あ、こういう感じでモンスターボール補充するんですね。あ、少し時間を入れてください。お、見てください、見てください。これ、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 EV じゃないですか。 EV ちょっとこれ行きましょう、行きましょう、行きましょう、行きましょう。 EV 行きましたよ。野生の EV が飛び出した。 OK、はい、はい、こう大教育での攻防。シュッ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 。あ、え、なんか華麗に受けられましたね、今。いや、ちょっと馬なったんちゃいます。シュッ。あ、いけた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 。やった。なんでしょうね、この嬉しさ。めっちゃ嬉しいです。野生の EV ゲットだぜ。まあ、ポケモン GO ですね、まあ、こう何かあると、ちゃんと携帯バイブで知らせてくれますので、まあ、こうスマホばかりを見ながら歩くのではなくてですね、まあ、ちゃんと安全のためもありますし、まあ、風景をね、こう見ながら歩いてポケモンライフを楽しみましょう。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。行ってます。私たちに会いに来てくださいね。そして毎月末はイーゼル芸術工房のマンスリー。